なぜ神様を信じる人は幸せなのか小林生第2章「神様を信じると人を喜ばせることができる」「感謝され喜ばれるお金の使い方」「鉱物というと器やコップ」 茶碗コインなどお金も好物ですということは好物は喜ばれるとその人の味方をしたくなるという原則がお金にも適用されるということですお金を大事にし感謝するとお金も味方をしてくれますお金に対して常にありがとう大好き愛してると言っているとお金の方も この人のために何とかしようと思うようです。さらに、お金に感謝され、喜ばれるような使い方をすると、ますます味方をしてくれます。基本的には、支払いを渋らないこと、きれいにすることがすごく重要です。ある実業家がこの話を聞いて、お金の支払いを、 請求書が来たらとにかく翌日に支払うようにしました支払い日が何ヶ月か先であっても翌日に支払うようにしたそうですすると売り上げがなんと3倍になった億単位の売り上げが3倍になったそうですからすごいです気持ちよくきれいに支払われることでそのお金も喜ぶようですお金がうまく回らないという人は 共通項がありますそれはお金の支払いが悪いということです支払いを渋れば渋るほど自分のところに入ってこなくなります重要なポイントは出の方を考えることすると入りを考えなくても勝手に入ってくるようになりますもう一つの使い方としてはお金を払う時にときに 行列ののでできるるようううなな有名な店で使うというのをやめる例えばラーメンなら一日に1,000食も出るような人気のお店で食べたとすると自分の払ったお金というのは1,000分の1ですところがその23軒隣には大抵一日にお客が10人くらいしか来ないような黄昏れているお店があるものですがそういうお店に行ってラーメンを食べると なんと売上の10分の分一日に1,000食出るところでお金を払っても1,000分の1ですが一日に10食のお店であれば10分の1売り上げの10%にもなるわけですから喜ばれます。同じお金を使うのであればそのように喜ばれるように使うといいでしょう。喜ばれるという意味で言うと 自分がどう儲けるかではなくて、周りの人をいかに潤うようにするかという考え方をすると、全くお金の動き方が違ってきます。例えば、私の本を専門に出してくださっている講演者と、法来社という出版社があります。この2社から出版される本は、想定や表紙まで自由に選べるのですが、 私は斉藤悟さんという人にずっと頼んでいます。普通は1点いくらで書いてもらうのですが、私は増刷になるたびに支払うようにしています。つまり本が売れたら彼も潤うようにしているのですが、そうすると彼も本を応援してくれて、この本いいですよ、内容がすごくいいですよと一生懸命に言ってくれるので、また本が売れて、 彼もままた潤いますこのように周りの人が潤うようにシステムを作ると周りの人も自分のことを応援してくれるので結果的に自分も潤うような形で帰ってきます投げかけたものが帰ってくるというのが宇宙の大法則の通りです周りが潤うようにすること周りの人が富栄えるようにすること 周りをを豊かにするここと、これ利行,行はお釈迦様が言った「師匠寺」という菩薩行の一つです菩薩が修行として行う4つの行なのですが普通の人も普段からするといいというものです伏せ行お伏せをする愛護行口から出てくる言葉を常に人に安心を与えるような 安らぎを与えるような温かさを与えるような励ましを与えるような言葉にするそれから利行人を富栄させてあげることそして同事行同じサムエを着て同じ立場で一緒に草むしりをするこの4つの行を日常的にやっていくと徳を積むことができるというようにお釈迦様は言ったのです。 この三つ目の利業を2500年前に言っていたというのはすごいことです。自分が富栄えることを考えるのではなくて、周りの人をいかに富栄えさせるかということを考える。これはお金の使い方としてもとてもよくできていると思います。ある営業をやっていた人が100人くらいいる営業マンの中でナンバーワンになった。 ところがトップになったということでい,いい気になっていたら1年後に営業成績が80番ぐらいになってしまった何とかしようとしたけれどどんなに頑張っても営業成績が上がらないそれで諦めて正官さんが言っていたように周りの人を富栄させることに徹しようと決めたのだそうですこの成績だと2か月後にはクビだから 覚悟しておくようにと上からも言われたそそうですがそれを覚悟した上で飛び回っている営業マンの電話をメモしておいて渡したり電話番をしたり帰ってきた人たちにお茶を入れてあげたりするなど周りの人のサポートに徹しましたそしてそれをやり始めたら全く見ず知らずの人から突然大口の契約が持ち込まれたりして2か月の間になんと ままたた。トップになりまし利業っていうのは本当だったのですねとわざわざ私に言いに来てくれました利業は効果が高いようですお金のことに関してもそのように利業を志に持つと人に喜ばれお金にも喜ばれ結果的に自分のところにも帰ってきます周りの人を富栄させるようにすると 全体の器が大きくなり全体の量が多くなって結局自分にも返ってくるということです自分がいい思いをして富栄えるようにすることは別の言い方をすると夢や希望を叶えると言いますが人に喜んでもらいたいとか人に富栄えてもらいたいと思うことを志と言います自分の欲求や欲望を叶えたいのは 夢や希望ですが今日は出会う人に笑顔を見せようとか出会った人に全て愛護この人がニコッと笑うような言葉を投げかけようと決めるのは志です相手があって自分がどう働きかけるかどう喜ばれるかそれが志です宇宙の法則から見ると夢や希望というのは考えなくてもいいようです 志というのはああればあるだけ人もそして神様も応援し味方になってくれるらしいのです。3×33% の3段階処理私たちの人生の目的は最終的には喜ばれる存在になることというところに尽きると思います。そのの究極の目標にに至るまでに 3×33% つまり99%までに到達する必要がどうもあるようです一つ目の段階33%までの段階はどんなことがあっても不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わないことです例えばコップに水が半分入っていたとしますそれを半分しかないじゃないかと捉えたら それはすて不不不幸でで機嫌で不愉快なな出来事になりますしかしそれを次の第2段階66%の段階に持っていき半分も残っていて嬉しい半分も会ってくれて幸せというふうに嬉しい楽しい幸せという形で物事を捉えられるようになったらそれが66%のところに到達したということになります。 3番目の段階99%までの段階はその同じ現象に対して感謝ができるということですつまり1番目の段階は不不平不満口泣き言悪口文句を言わなないいという消極的な段階でした第2段階目はその同じ現象の中から嬉しい楽しい幸せという現象を見いだすというところまででした 3段階は同じ現象を見て感謝する感謝できるという段階ですコップに水が半分入っていて半分しかないじゃないか半分しか残っていないじゃないかということを言わないようにするのが第1段階半分も残っていて嬉しい半分も会ってくれて幸せというのが第2段階です第三段階は、 神様半分も残していてくださってありがとうと感謝するという段階になりますすべての現象についてこれを1段階処理2段階処理3段階処理をするということを私たちはこの人生で問われているようですどんな事件や現象があってもそれを123の処理で 99%まででで処理できるるとといいうことを問われているのです。病気の場合もそう事故の場合でもそう一般的に言われる災難というものもみんなそうですそういうものも全て含めてそれが恨み事ではなく喜びでありさらには感謝の対象になるというところまで処理をしていくことがこの人生で私たちに与えられた 課題らしいのですそれでは残りの1%は一体何なのかということになりますがこの1%は私たちが自分の力で得られるものではどうもないようです。もしある人が全くその人の口から不平不満口泣き言悪口文句 非難・攻撃、中傷、つらい、悲しい、苦しい、つまらないというような言葉を出さなかったとします。そしてその人の口から出てくる言葉は常に嬉しい、楽しい、幸せ、大好き、愛してるなどの言葉に満ちているとします。どんなことがあってもその人からは愚痴や泣き言、つらい、悲しいという言葉は出てこないわけですからその人のそばにいると温かく、 安らかな気持ちになることでしょうさらに目の前の現象について常に喜びや楽しさを見いだす達人なのですからこの中にはこんな楽しいことがあるこの中にはこんな面白いことがあるこの中にはこんな喜びがある,があると言い続ける人は自分や仲間にとって大変頼もしくさらに楽しい存在になります。 その人のそばにいると心地よい、温かい、安らぐ、安心できるというようなことになります。ですから、そういう温かい言葉や肯定的な言葉ばかりを言っている人のそばには、人が集まってきます。温かさや明るさが常にあるからです。カリスマというのは、教祖というような意味に使われていますが、本当は、 明るい方向をしし示す人のことでした暗闇の中で「あそこに出口があるから私はあそこに行くよ」と言ってくれる人を実はカリスマと呼んだのですカリスマの「カリ」とはチャリティーの「チャリ」でもあります人々に夢や希望を灯すという意味がもともとありますつまりカリスマとは「 周りに対して明るい光を投げかける人のことですそういう人がそばにいてくれたらとても嬉しい温かい、ありがたいということで人々はその人のそばに寄ってくることでしょうそういう状態を最後の1%得と呼ぶのです私たちは3段階処理をして自分の人格を99%まで持ってくることはできます しかしその99%以上の100%目は努力をして得られるものではありません。これは周りの人から与えてもらうもの周りの人が評価してくれることです。それが得というものです。ですから私たちは自分の努力としては常に3段階処理の99%までを考える結果として 100%目のあなたがそばにいてくれると嬉しい、あなたのそばにいると幸せだと言ってくださる方が出てくるかもしれませんが、それはあくまでも結果論であって、私たちが個人で目指すものは99%まででいいようです。